小吉、大吉、アミ吉です。ということで今回の方が作るんですけども、今回は7100。ちょっと落ちちゃったかな。ちょっと落ちちゃったんですけど、ここから参戦いきたいと思います。スケドラ多いですね、本当に。スケドラしかいない、なんならもう宮北ですよね。26だ。26は本当にケツマスケで、まあそう、前までは相手にねマスケを咲かせようと思ってケツマスケしてたんですけども、別に5打たれるのも美味しいですね。そう言うてね、これも美味しいんですよね。で今ウッドサイスなんで、ここでね行きます。こうすれば相手ね、このマスケがうざいんで、後ろの。はい。で、ファイアボ切ってたんで、これ一発入るんじゃないかな。入りますね。はい。まあ、こんな感じでマジで、ケツマスケが超強いです。おすすめ。いや、よくね、これ。これマジでよくない。こういうミスは、本当にもったいない。いや、ボムター最高。モブター最高。今の一発でけえ。そう、相手がさっきみたいにウッドサイターとかだと、マスケに5打っても、そのマスケにね、なんか対応しなきゃいけないんで、バルーンが止まりにくいのかな多分。ああ、ケツマスケ来た。まあ、これは、ああ、これなー、これ意味ねえなー。アイスピーで固められて、バッカーも入んないかな。バッカー入ったら美味しい。あ、バッカー入ったら OK。十分ですね。もうこっからバルーン別に刺さなくてもね、勝てますね。全然。こっち来んだ。これ美味しいですね、めっちゃ。コムターが強いんでね。で、ここ単体っていうか、これつけて、で、裏に飛ばして、これスケー来るんで、雪ラム打って、まあこれでボムタワーも回して、バッカーも入れるって感じかな。相手5打たないとバッカー入るんでね。はい。で、あそこで温存してきたってことは、多分攻めで、5を使ってきますね。おそらくね。来なかった。あ、こっちに来るのか。いや、全然いいっすね。全然いい、マジで。ただ、ちょっと危ないな。まあ、マスケ咲いてたんでね、これ多分止まんないんじゃないかな、普通に。このね、バルーン竹のディガーですね。で、これバッカー入るんでね。お、うまい。それはうまいですね。それはうまいですね。まあ、こうして、こうかな。よいしょ。うん、ジジイですね。はい。こんな感じが何26は。まあ、基本負けないかな、26。めっちゃ上手い人じゃないと負けることはそんなないかな。そう、さっきね、撮ってたんですけど、2敗しちゃってね。うわ、相手感染多い。何これ。有名な人かな。めっちゃ多いな。うわ、マジでやだ。本当に、この手札で、この手札でスパーキーは、鬼なんだけど。これマジでやばいですね。初手が。しかもロイジャイかよ。あぶね、今マスケに向いてたから、打ってたらタワーごと入ってましたね。スパーキーそれが強いからな。パーパー来て、これなんかホグとかいそうだな。ですね、このデッキか。なんかちょくちょく使ってる人いますよね、このデッキ。多分ファイブもある。いやー、これしんど。マジ初手きつすぎだろ。
コウモリか。これ多分ガゴムレ入ってるんで、ガゴムレかスケトラがいるな。いや、それやめてほしい。これに対して何もできないんですよね。多分逆サイ行ったところで意味ないから、今ちょっと後取られてるしね。で、まあロイジャイ来るかな。で、ここで、あ、オッケーですね。これめっちゃいいっすね。今の矢の飴はめちゃくちゃ美味しい。で、ここでまたババが来るかな。いや、待って、ババ来たらだるいな。だるいんだけど、ここで、ホグが来たらだるい、もっと。オッケーオッケーオッケー、これ美味しい。今、回してよかったですね。今、タル転がしてね、すぐ回したんで。で、ここで、スパーキーと被んないかな。被った、来た。これで、コウモリと、多分もう一枚いるんだよな、体育が。マスケか。これ、鬱陶しいから逆サイ飛ばそう。で、これ多分ロイジャイ来るんで、で、これマスケ先行してるんで、これちょっと一回放置してあげて、いや、これですよ。問題はね。問題はここですよ。耐えるんじゃない？これ。え、ゴブリン？ゴブリン何してんの？ゴブリンちゃん、あ。ゴブリン、ゴブリンが、無能だ。これ多分ババからのコウモリかな。え、これさ、相手さ、思ったけど、矢の飴で落ちんの？落ちないよね。来た。え、雑発した。よっしゃ。まあ、別に今当たってても、勝ってかな。勝ってたかな。すごい。これ有名な人なのかな。うわ、8号じゃん。うわ、ベスト 5？ やば。ちょ、有名ですね。500切った。ラスト一戦。いや、いいですね。そう、サブアカ結局ね、バルーン使いましたね。で、66戻しましたね、今。本当にバルーンしか使えない。それがなんかね、まあ、マルチでは全然それでいいんですけど、そのフレバトとか、まあ、大会とかでは、バルーンメタられたら結構きついんでね。遅延とかね。だから他のデッキも練習しなきゃなんですけど、うまくなりませんね。なかなか。高回転ならね、割と使えるっちゃ使えるんですけど、大型が全く使えないんで。そう、だから遅延に相性いいラバとか、多分相性いいよね。ラバとかをね、うまくなりたいですね。あとはなんだろう、三重子とかもね、うまくなりたいですね。ヒースピンうまく使えば多分、そう、ヒースピンうまく使えれば結構デッキ幅増える気がするんですよね、今の環境。ヒースピンが強いし、マッチングしないな。そう。まあね、本枠はバルーンしか使わないんでね。てか、まあマルチは別にバルーンだけで結構いけると思うんでね。そんなデッキ変えるもんじゃないんでね、マルチって。デッキ変えたらその、変えた瞬間に相性悪いのが来たりするんで、花言葉。ももさん。よろしくお願いします。よろしく。なんだろうな。タルババ。ミラーとかやってみたいですよね。あんまね、今シーズン一回やったかな。ミラー対決。待ってくんのか。ちょっとポンプ、怖いな。ダクプリ、タルババ？え、ちょっとわかんないな。ゴレか？あ、ゴレっぽいな。
まあ、タル切ったんでね、ここをマスク延命して。で、ここマスクいるんでつけまーす。あ、出ましたね。現れたな。これ入るんじゃない？よいしょ。いいっすね。うわ、捨てか。で、じゃあこれかな、ここで。多分今、4、2ヤードぐらい。うわ、やっぱポンプあるよね。ああ、だる。ポンプはマジでめんどくさいな。ポンプやばいんすよね、このデッキ。とりあえず、え、マジ？マジで？じゃあ壊します、これ。わ、相手に吸ってね。なんか、オッケー。タワー折って、これでかいな。ただ、ここの防衛ですね、僕は。ここ守り切ったら、アド、いや、でもな、今、タルババ咲いてるし、そんな、そこまでアド取られてないと思うな、言うて。あ、これあれじゃね？呪文ないんじゃねっていう。来ちゃった？これもしかして。相性いいの来ちゃった？っぽいですね。トレネしかない。オッケー、来た。これ多分相性いいですね、めっちゃ。これには、お、虫か。でもまだゴレ回ってんのか。まあ、行きます、ここは。多分守れないって、ご利用されたらね。なので、で、こんな感じでバルーンディガーすればね、スケドラ入りますんで。そう。で、アイゴレバルーンだと入んないんでね。そこは覚えとくといいかな。はい、覚えといてください。覚えといてください。で、ここで気をつけるのが、攻めとるねですね。うん、俺はもうしょうがないんで。もう 100% 来るんでね、攻めとるねは。で、ここ別にまあ守れなくてもいいけど、守れそうなんでね、守ります。で、こいつらは、あ、やべ。まあ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 、言うてですね。言うて、じいじ、オッケー。そう、スケドラ体力ないんでね、最後みたいなあのブッパは、ボムタワーの爆破をね、当てれば、ボムタワーの爆破とユキラまで処理できるんで、あんな感じの防衛がおすすめですね。で、そう、スケドラ相手は、アイゴレバルーンじゃなくて、なくて、バルーンディガーの方がいいです。アイゴレバルーンするとね、これ言ったっけな。言ってたらすいません。アイゴレバルーンだと、スケドラで完封されるんですけど、バルーンディガーだとね、されないんでね。一発入るんで、今みたいな感じでね。で、しかもアイゴレはバルーン、防衛で使いたいんでね。アイゴレは。そう。なので、アイゴレバルーンじゃなくて、バルーンディガーをすれば、多分勝率、上がると思います。はい。今日久々に442。いいね。いい感じですね。はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。